おはようございます。クロウです。今日はトランギアのメスティを購入したので、その開封と実際に使ってみたいと思います。メスティンって言ってもわからない人がいるかもしれませんが、要はアルミ製の飯盒です。アウトドアで主に炊飯するために使うものです。よく見る動画で、このメスティンを使って、ご飯を簡単に美味しそうに炊いてるのを見て、自分もやってみたくなって、購入してしまいました。はい、これがメスティンです。四角いお弁当箱のような形をしています。中身はこんな感じになっています。でこれは、取り外した蓋です。で、これがメスティンのハンドルです。このメスティン、最初にバリ取りというのをやらなければなりません。縁が粗いんで、そのままだと手や口を切ってしまうんで、ヤスリで滑らかにするのがバリ取りです。初めからバリ取りされているメスティンもあるんですが、このメスティンはされてないんで、自分でこんな風にやっていきます。次にシーズニングという作業をしていきます。米の研ぎ汁でメスティンを煮込むんですけども、これをすることで、焦げが剥がれやすくなったり、アルミの匂いが緩和されたり、酸化による黒ずみを防止するみたいです。面倒ですが、これは定期的にやった方がいいみたいです。はい、それではこのメスティンを使って、実際にご飯を炊いてみたいと思います。研いだ米、1合を用意したんで、これを炊いていきます。で、水が 200ml と、ここで30分ぐらい、浸しておきます。と、30分ほど浸したんで、この固形燃料を使ってご飯を炊いていきます。火をつけまして、これで30分ぐらい放置すればご飯が炊けるということです。以前土鍋でご飯炊こうとして失敗したりしましたんですけども、これでもう放置しとけば炊けるっていうことなんで、じゃあ30分待とうと思います。
今日はトランギアメスティンの開封と実際に使ってご飯を炊いてみました。ご飯を炊くのは何回か練習したんですけども、最初に30分ぐらい米を浸すっていうのと、炊いた後に何分か蒸らすっていうのをしっかりやれば、固形燃料に火をつけて放置しとけば完璧にご飯が炊けます。ご飯を炊くだけでなく、このメスティンを使って料理ができるそうなんで、また作ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。